宮志音です。今回はですね、自宅のキッチンのゴミ箱を作り直したいと思っています。これが私の自宅のゴミ箱です。これは私が独身時代から使っているゴミ箱です。大元はパソコン用のデスクだったんですけれども、それを改造してゴミ箱としてあります。こういう板を、貼り付けて、そこにこのクリップでゴミ袋を留めるような感じで作ってあります。これ楽でよくて、取り出す時にはここを開けてこのクリップを外して引っ張り出すというだけなんですけれども、これは今分別になっているんですが、こちらが今ペットボトルでプラ、リサイクル用のやつですね。そしてこちらが、燃えないゴミ、そしてこのゴミ箱になっているのが燃えるゴミです。こちら匂いがするんでね、蓋付きのものにしています。最初の頃はこういうゴミ箱タイプの箱を4つ並べて使っていました。ただその箱状のゴミ箱だと、このゴミ袋に対して箱の容積が小さいので、実際ゴミ箱がいっぱいになったとして、ゴミ袋を箱から抜き出すと実際3分の1ぐらいしか、使えていないっていう状況があったので、それだともったいないということで、このようにゴミ袋の容積いっぱい使えるように、箱をなくしました。こうすることでゴミ袋が拘束されないので、空間がある限りゴミを入れていくことができるようになりました。なんですけれども、今この状態だと、ゴミ袋と床の高さが短くて、ゴミ袋をここから外すとやっぱり半分ぐらいしか、ゴミ袋を使えていないということがあります。で、家族になってゴミの量もやっぱり増えるので、なるべくならゴミ袋でいっぱい近くまで使いたいという感じで、これの位置をもっと上に上げたいと、ゴミ袋の長さ分ぐらいは確保できるような高さにしたいということがありまして、これを作り直そうと思いました。もう独身時代から使ってるんで、軽く14、15年ぐらいは多分使ってると思うんですね。でも結構汚くなってきているので、それもあって、作り直そうと思います。あとちょっともう一つね、やりたいことがあって、それも試したいので、新しくします。ある程度の部材が揃ったので、新しいゴミ箱を作っていきたいと思います。はい、うちのゴミ箱は全体で見るとこんな感じですね。これはちょっとみすぼらしいんでカバーをつけてます。こちら側から見るとこのように、化粧板をつけて、はい、ゴミ箱のベースとなる棚にはこれを使います。このスチールラックというやつですね。はい、こんな感じの部品ですね。柱があって棚板があるような感じです。そして完成図がこういう感じになるんですけれども、今回これ1800あるんですけれども、ここでつないで1800にしてあります。で、今回は900の状態で使用します。じゃあちょっとサクッと組み立てますね。はい、骨組みができました。まだ棚板乗せてないんでね、結構グラグラする感じですね。この棚板を乗せるとグラグラが収まるのかな。グラグラしますけど、まあまあ大丈夫な感じですね。じゃあこれにいろいろと追加工をしていきます。で、今回はいつものように設計図があるわけではないので、やりながらいろいろと試行錯誤して作っていきたいと思っています。
はい、だいたい骨組みができましたかね。今こんな感じです。上は台として使えます。そしてこれがゴミ袋を入れるところですね。ゴミ袋用の間口として今ここに2つ設けました。で、まあ、1つだけ、ゴミ袋入れてますけど、ちょうどこの45リットルのゴミ袋がこの下の方にぴったりつくような感じの高さにしてあります。でですね、こちらにちょっと無駄に見える空間があるんですが、ここにはあるものを入れます。周りに化粧板を貼って完成となります。はい、やっと完成しました。こんな感じです。ここにはとりあえず目隠しの扉をつけてます。こちらもそうです。これを自宅に運び入れます。はい、このシステムゴミ箱を使い始めてだいたい2週間ぐらい経ってます。今こういう感じです。ですね、こちらがペットボトルで、こちらがプラ再生ゴミですね。でですね、今この一番よく出るプラの再生ごみを丸2週間溜め込んでいます。どれくらい収容できるかっていうのをテストしているような状況ですね。今日は日曜日なんですけれども、このプラの再生ごみは水曜日に、出すことができます。ちょっと丸2週間だと足りないですね。もう今でも結構容量ギリギリになっているので、まあ、これは1週間で今までと同じような感じで出すような感じにしたいと思います。そしてペットボトルの方は、まあ、今までもそんなにペットボトルはたまらないんでね、2週間に1回ぐらい出すような感じでした。このペットボトルは毎回内部を水で洗って、こいつでぺしゃんこにして、ゴミ袋に入れています。これのおかげでね、だいぶ容量を節約することができます。そしてこちらは空き缶とか燃えないゴミですね。こちらも同じく今丸2週間貯めてる状況です。もうほとんど私が在宅の仕事中に飲んでいる缶コーヒーの空き缶がメインになっています。あまり空き缶はそんなに出ないんでね、これぐらいの大きさで、十分いけると思います。こんな感じですね。でこちらが、電球とか電池とか、そういった特殊なゴミっていうのかな、そういうもんですね。そしてこの冷凍庫はこういう感じです。こういう箱をつけて、ビニール袋を入れて使っています。ちょっと汚いかもしれないですけど、カチカチに凍っています。で、生ゴミに関しては週に2回回収日があるんですけれども、今までは匂いのこともあって、毎回週に2回出していました。ですがこの冷凍庫に変えてからは、週1回で済むようになりました。これはもう冷凍庫様々ですね。で、紙ゴミはどうしているのかって言いますと、私の家の場合はこのコンロの下の方にフックをつけてゴミ袋をぶら下げています。ここにあった方が、調理をする時などに使
使い勝手がいいということで、うちの妻がもうここに自分でセットしているものを常時使用しています。そしてこのゴミ箱の上は簡易的なテーブルとしてね使用されているようです。今この長さが90センチ、900ミリなんですけれども、1200のものを買って紙ゴミだとか空き缶を、同じようにここと同じように並べたかったんですけれども、ここが30センチ長くなると結構この通路が狭くなってしまうので、それは避けたいということで、前と同じく90センチのものにしました。まあね、妻や子供の意見を聞くと総じて、使い勝手は良くなったということのようです。これはねちょっと私としても作って良かったかなと思っています。はい、以上でシステムゴミ箱の DIY でした。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。